チャンベリは、スペイン、マドリードの区、6つの地区で構成される。1916年完成のマウデス病院中世の間、チャンベリの土地は、テンプル騎士団の領地だった。その後、フエンカラルの教区に組み込まれた。この時代のチャンベリは森に覆われ、宮廷の人々の狩猟地となっていた。カルロス一世時代以後、森の木が切られ、荒れ地が牧草地に変えられていった。 17世紀、チャンベリの土地の80%は、教会、貴族、スペイン王によって握られていた。残りは裕福な農家や、小さな自作農が耕し、穀物を栽培し、ワインを生産していた。18世紀末から19世紀にかけ、産業の導入で、農業は重要性を失った。レンガやタイルの工場が作られると、労働者が住むための住宅ができ、道が舗装された。 ナポレオン一世時代のフランス軍はスペイン、新攻後チャンベリの地に本部を置いたとされている。フランス人たちはこの地をチャンベリと呼び、これがチャンベリの語源となり、区名となった。英体所有財産解放令交付後、教会が所有していた広大な土地は国家や産業家のものとなった。19世紀から20世紀にかけてのマドリード。 拡大計画の様々な都市設計が行われた。最初に都市化が行われた南東部のアルマグロ地区は、ヘノバ通り、カステラーナ通り、アルマグロ通りで区切られたマドリードの黄門の三角地帯と呼ばれていた。多くのスペイン貴族が住居を構えていたからである。現在は行政地区の要衝が国、スペイン内務省、イギリス大使館、スウェーデン大使館、フィリピン大使館、 ドイツ大使館、コロンビア大使館がある。区内には、モデルニスモや、ネオゴシック様式、ネオムデハル様式の建築物が多く集まっている。ウナビスタポルエル・マドリード・アリスタ・クロティコ、EN、マドリディリオ、S、30072007。ありがとうございます。